ルカ食品は美味しい焼きそばを作ってるんじゃないの、ね、やったこの火薬にねホルモンが入ってるんですよ。幼虫みたいだよね。普通に呼吸をするのが怖いってさ、なかなかよ。今まだ息止めてるもん。トラウマレベルよ。ワラビーか、うん、ワンかみたいな。ワンではない。あ、全然いい匂い。すごいいい匂い。辛っ。辛っ。辛いんだ。辛っ。辛っ。そんなに。ルミアキチャンネル。イエイ。はい。今回は。今回は。ペヤングシリーズでございます。頼むよ頼むよあーちゃん頼むよ。まあなんか前回のペヤングシリーズはね変わりだね。前回は、うん、マジでマジで本当にごめんなさい申し訳ない。ちなみにここにあの亡霊がまだ残ってるんですけどいやマジで本当にこれはね本当にあの最強かもしれない。最強最強の資格シリーズ。これルチのために買ってきたんだからさ食べてよ。ありがとう。ね、なんかね、靴下みたいな。これはマジで癖。本当に癖。もうごめん。本当にごめん。もう本当にごめん。私に勇気をください。もうね、食べてもぐもぐしたらマジベビースター。もぐもぐ。もぐもぐしたらベビースターって思えば。うん、大変だった私も大変だったね、うん、大変だったっていうかもうその後の部屋の換気がね大変まあこの動画の気になる方はね概要欄に貼っておくんで、はい、ぜひ見てください見てください、うん、今回はこちらででーペヤング焼きそば辛口ホルモンネギ。これはね、うん、まあこれとはやっぱちょっと違うと思うんだ方向性が、うん、イメージだけどね。もうなんなら美味しいんじゃないかと思ってる。辛口だし。え、美味しいものじゃないの。え、マルカ食品は美味しい焼きそばを作ってるんじゃないの。いや、まあ別にこれだってね、美味しい美味しいっつって食べる人だっているわけだから。美味しい美味しいって食べてたもんね、みんなね、うんうん、ここ以外みんな美味しい美味しいって食べてたもんね。そうね。はい、こちらお湯やった入れて湯切りしてもらったものです。ふやかしたこの火薬にね、ホルモンが入ってるんですよ。幼虫みたいだよね、うん、マジキモい。何かの幼虫みたいな。そうだね。ソースがこちら。これはなんだろう、ね、ちょっと赤いね。ちょっと赤いの。ちょっと赤い、まあ、ピリ辛なのかな。辛口っても辛口って書いてあるからね。辛口ホルモンネギ。そしてちょぴっと辛いのかな。ふりかけがついてます。これはもう一味かしてみか、うん、唐辛子だね、完全に。一味？オレンジ？一味だね。一味。じゃあ辛いソースに一味かけんの？だから結構辛いかもしれないね、うん、私の予想。でもまあね、うん、我々辛いだけならいいや、私もう辛いのは散々食べさせられてるし、うん、そうそう、もう辛いだ、うん、辛いのならもう全然、全然平気。もう辛いだけなら。あ、なんかね、ちょっと甘辛の匂いがしますね。甘辛いのはいいよね、私甘辛いの大好き。砂糖と醤油でもう十分。でもなんかトラウマがすごくて、あの匂いをこうガッて嗅いだ時のわかる、このなんていうの、鼻腔を刺激する、うん、匂いがすごい。あーくっせあーちゃん、せあーちゃんダメだよ。あくっせくっさ普通に呼吸をするのが怖いってさ、なかなかよ。今まだ息止めてるもん。トラウマレベルよ。まだ息ができません。息をさせてください。うんうんうん、まあ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 大丈夫かな。お、呼吸してるんだね。うん、鼻で呼吸をしている。大丈夫でしょ。あー、嗅いだことのある匂いがします。大丈夫大丈夫大丈夫でした大丈夫でした大丈夫でし た, 大丈夫でした。なんか、なんて言うんだろう、なんだろうね、韓国料理とかの店とか焼肉屋とかで嗅ぐような匂いがする。まあまあ、ホルモンだもんね、うん、あ、すっごい赤いけど。はい、完成。このさ、うん、あの気持ちばかりのホルモンがね入ってるんだけど、うん、このわらびかワンかみたいな、ワンではないとか、ちゃんとこうホルモンっぽい、いつ飲み込めばいいのかわからない系のやつ、あの肝みたいなの入ってます。
何がしマックスよりはいいかな。こんなもんじゃない。何がしマックスよりかは、何がしマックス、あ、全然いい匂い、すごいいい匂い。全然、順番って大事だよね。順番大事だよね。順番大事、順番大事だと思う。好みの量が取れない、取れない。全然いい匂い。じゃあ、いただきましょうか。いただきまもす。うん、嗅いだことのある匂いがします。ね、嗅いだことのある匂いがするし、別にそんなに、あれ、私、うん、少なくね。いや、まあ、とりあえずね、1本、うん、1本1本20センチぐらい。味わかります？わかるよ。辛っ、辛っ、辛いんだ。辛っ、辛っ。そんなにめっちゃ辛い。あ、そうなんだ。辛いけど、うん、食べられる。うん、辛いけどね、食べれる程度の辛さってことだね。羽臭くない。大事。それ大事。羽美味しい、美味しい。あ、美味しい。うん、美味しい、美味しい。あの、辛いけど美味しい。本当。あの、なんか甘みもある。おお。じゃあ、私もいただきます。召し上がれ。うん、辛い。ね、辛いよね。だいぶ辛い。結構辛い。ちょっとイライラしてるの、うん、痛い。ね、ね、辛いもの痛いからさ、やっぱ痛覚を刺激されるとね、痛いよね。痛い。わかる。え、結構辛いね。うん、辛い。辛かった、うん。なんかね、甘みもあるんだけど、結構なんかその、トゲトゲした辛みがね、結構強いよね。ふりかけかけなかったらどうだったのかな。ふりかけかけなかったら多分そんなに。でも、なんかそのベースのソースが結構辛そうだったから、え、これはだってもう別にあの辛いけど食べれる、うん、あの辛いシリーズあるじゃない、ペヤングの、うんうんうん、あれの国激辛とかね。あ、そうそう、一番辛くない辛いやつ、うん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 、赤いやつ、うんうんうん、あれのちょっと辛くないくらいの辛さはある。ちょっとね、ちょっとね、辛くない、美味しい。美味しいよ、そんなの知ってるもんだって。こんなのマヨネーズじゃんそれ。うん、うん、まあでも味は美味しいと思う。辛い、結構辛いけど辛いね。ギュッギュッってなる、ここが。いやーって音も、うん、まだ残ってるしね。ね、チクチクするよね、うん、パンパン入ってるみたい、うん、これはやっぱせっかくなんで、タイちゃんにも食べてもらおうかな。これはね、でもね、余裕だと思う。余裕だと思う。あ、なんか私あれだな、ホルモン食べなかったけど、焼肉屋さんの辛い、はい、なんか辛い匂いって感じ。焼肉屋さんの辛い匂い。あ、もうそんな感じ。一応ね、見て、一応見てんの、はい、いただきます。多分全然大丈夫だよ、タイちゃんだったら。子供は食べれない、泣いちゃう。辛いですね、匂いは。うん、うん、匂いはちょっと辛いけど、なんかね、辛いだけじゃなくて、なんかベースの方がいいから辛いよね、うん、結構、うん、はい、うん、まあ、うん、まあ、うん、結構辛いですね。結構辛い、うん、結構辛いです。グリギリでも甘みもあるでしょ、うん、ね、なんか辛い中では美味しい方だ。あ、そう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 、はい、そんな感じ、うんうん、ちゃんと甘みも旨みもある。美味しい、辛いけど焼肉屋さんの味がします。うん、うん、なんかね、ここまで辛くなかったら全然私はプライベートでも買って食べようかなって思えるくらいの美味しさはある、うん、あれじゃない、じゃあふりかけかけなかったら美味しく食べられる。そうだね、いや本当そうだったかもしれない。だからふりかけをかけないで一旦食べてみたかったなっていうのはちょっとあるね、うん、そうだね、うん、はい、ということで、はい、スタッフの皆様にも食べていただこうかなと。はい、完食しました。スタッフが違う、みんなの力を合わせて完食しました、うん、私も食べたし、ちゃんと、うん、最初に襲った分は食べたから。いやでもね、うん、あの美味しく食べれる範疇の辛さで、うん、なんとかとどまってると思う。だからね、あのほらふりかけかけたじゃない、うん、一味あれをかけなかったら多分結構大多数の人が美味しく食べられるんじゃないかなと思う。だからこれは、うん、ちょっと私プライベートでもう一回買ってみて、うん、ふりかけをかけないで食べてみるわ、うん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 、っていうくらいあの美味しかったです。美味しかった。美味しかった。ソース自体はすごく甘みも旨みもあるし、うん、美味しかったです。これね、興味がある方はぜひ食べていただきたいなと思います。うん、思います。はい、このペヤングのね、変わり種シリーズはね、うん、どんどん続けていきたいなと思ってるんで。そうだね。まあマルカ食品は多分こういうの結構力入れてると思うんで、
だってどう考えても他のメーカーより出してるもん。出してるね、うんうん、こういうソース以外のこういうやつを、うんうん、っていう感じなんで、また新しいの出たら紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにお待ちくださいませ。はい、はい、この動画が面白かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。